山口敏太郎の食いしん坊わらび餅の旅、四国の、金末さんのわらび餅。これ四国のですの、あ、四国の、母方のですね、山口家、僕本名は狭間さんっていうんですけど、ペンネームは母方の山口を使ってます。それのお墓参り行った時に買ったことがあります。で、これがですね、池袋で売られていたので購入したんですが、実は四国で買ったのとちょっと違うんですね。どうやら四国で買ったものと味付けが違う、パッケージも違うんです。まあ、パッケージが違うことは、そのね、東京での出張販売だからあり得ると思うんですが、わらび餅の形状も少し違うような気がするんですね。香川の方は黒蜜を中に練り込んでるんですね、餅の内部に。これは練り込んでないように思えるんですけど、どうなんでしょうか。ちょっと控えめな匂いがします。甘い匂いはしないですね。きな粉の含有量は高いんでしょうか。幸福堂の味っていうのはここと同じような系列の味ですね。この前レポートした幸福堂と似た系列です。ちょっときな粉もちょっと茶色の焦がしきな粉系のものがまとわりついてまして、でも幸福堂ほど甘いこのパウダーではないんですよ。割と控えめなきな粉の甘みだけで勝負してる感じがします。餅の柔らかさはちょうどいいんじゃないですかね。大きさ的に結構小ぶりですよ。おじいちゃんおばあちゃんが食べても喉に詰まらない。柔らかいんだけど、口の中で溶けなくて、ある程度形を保っているんですね。だから喉に詰まらすこともないぐらいの大きさだし、食べやすいって感じですね。まあまあまあの味ですね。